これはあのモデル的にはスクエアカットノーズライダーって言いまして、まあ、そのモデルそのものにあのこのノーズが少し四角いシェイプになっております。で、まあ、あのトータリーの 大まかなプロポーションとしてはですね、まあ、通常の昔よくノーズのうんと張っていたノーズライダーとかに比べますとノーズのプロポーション的には少しこの辺は取れてて、その分意外にテールの方は十分にあります。だからといってあのピークというところまで極端なそのノーズとテールのプロポーションの差があるわけではないです。かなりちょっとイーブンに近いような、まあただこれはですから最近のスタイルのいわゆるトリミングのしやすさと、それとノーズをやるにも十分なボリュームゾーンがあると思います。まあこれは9-2ではありますけれども、まあ、そういう意味では意外にこうあれですね、イラコあたりでも楽しめる一本かなとは思いますね。はい、はい、ありがとうございます。